こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。タイが中国潜水艦の購入を延期したとの発表があり、2隻で770億円での購入予定だった。これはタイ国内世論の反発によるタイ政府の判断だろう。現在、中国は香港の強硬政策やウイグル自治区での弾圧など表面化。対応が注視されている。米中での貿易摩擦や語義が問題など数多くの対応が今なお続いており、その中でも日本の対応もまた変わってきた。では、中国が日本にどのような作戦を立てているのか少し話していきますね。世界まとめて中国の信頼感は薄れています。日本の領海に関わる重大なニュースが駆け巡ったのは今年。2020年6月18日のことでした。それは、鹿児島県奄美大島の北東の接続水域内で、正体不明の外国の潜水艦が潜航しているのを、海自の P1、P3C 哨戒機、護衛艦、加賀、などが発見したというものです。所属不明の外国潜水艦が接続水域内を海中に潜ったまま通過するのは滅多にないことで、確認したのは2年半ぶりと言われています。この潜水艦がどの国のものなのか、そして目的等についてこちらの探知能力に関係してくるので、発表はできないと防衛省は何も動きません。しかし、政府関係者の見解では、中国海軍の潜水艦とのことです。では、接続水域とは何でしょう。その国の領海、領土から22km の外側であり、かつ領土から44km の範囲が接続水域と呼ばれる海域です。この海域の先が排他的経済水域 EEZ エクスクルーシブエコノミックゾーンと呼ばれる水域になります。潜水艦が他国の領海を航行する場合には、海中から浮上し、海上に姿を表した上で、国旗を立てることとされています。つまり、領海において、潜航は禁止されているわけです。言うまでもなく、領海内では、漁業や観光クルーズなども、行われることもありますし、安全安心を考えれば、潜水艦が存在を明らかにするのは当然と言えましょう。潜水艦といえば、1988年、昭和63年の潜水艦名だしおという漁船の衝突事故を覚えている方もいらっしゃると思います。名だしおは、潜航していたわけではありませんが、横浜港という狭い海域で一般漁船と衝突し、多くの犠牲者を出しました。救出活動の遅れなど、様々な不運が重なってしまった結果でした。裁判では、双方の責任者が有罪となっています。潜水艦は深海の水圧に耐える頑強な作りですから、一般の漁船はひとたまりもありません。
潜水艦の航行には非常に高い安全意識が必要と思われます。潜水艦は接続水域内では海中を航行する、潜航することが認められています。今回の潜水艦が通ったのは接続水域であって、日本の領海ではありません。だから潜航しても何ら問題はないのですが、気分は良くないですよね。ひょっとしたら気がつかないうちに領海内にも入ってきているかもしれません。この事態に海上自衛隊で潜水艦艦長を務めた人物がインタビューに応じてくれました。元海将で潜水艦林雄の艦長を務めた人物で、現在は金沢工業大学虎ノ門大学院で教授の任に当たっています。この潜水艦は中国のもの。一人一人の人間に指紋があるように、潜水艦にも音紋という、いわば潜水艦の指紋というものがある。指紋と同様、同じ音紋はない。詳しくは明かせないが、海自はそういう情報をすべて所持している。つまり、音紋を調べると、名前も国籍も判明する。今回の相手、おそらく中国は自分たちが海自に捕捉されているということは知っていたはず。なのに、あえて接続水域を潜航するというのは明らかに目的がある。日本に刺激を与え、海自を引っ張り出し、探知能力を測ろうとわざと見つかるように行動したのかもしれない。習近平独裁体制が確立した中国は、愛国心高揚のため、外国に対しては強硬な態度を取る傾向にある。尖閣諸島では何度も何度も緊迫した場面が起こっているが、去年から中国のこのような動きはあった。平時でもいろいろと動いて相手と小競り合いをしたり、睨み合いをしているのが現実である。その忠告ですが、潜水艦を60隻以上保有していると言われています。2019年時点、この数の多さは、軍事大国にふさわしいと言うべきでしょうか。60隻というのは日本よりはるかに多い数です。前述の元潜水艦艦長の話を続けます。潜水艦の数だけなら確かに中国は海自よりずっと多い。ただし重要なのは潜っている潜水艦を発見する能力。今の世界1位はアメリカ海軍だが、約30年前、1990年代平成初期は、海上自衛隊が独り勝ち状態だった。横須賀基地のアメリカ海軍第7艦隊と共同訓練をしたので、引っ張られるようにして能力が向上したと、推測される。能力向上に加えて P3C 哨戒機が100機揃ったことによりレベルアップした。その一例を紹介すると、私は1998年、平成10年、ノリム PAC に、日本代表として参加したが、たった一隻の潜水艦、林雄、で全艦隊を、
倒すことができた。もちろん、アメリカも含めた全艦隊である。今の世界を見ると、対潜水艦戦技術は、イギリスはもちろんフランス。ロシア、中国もあまり高いとは言えない。イージス艦の能力と、ミサイル防衛能力に関してなら、日本とアメリカの2国が、軍を抜いて優れている。それゆえに、アメリカは、海事に、世界で自分たちと共に行動できるのは、お前たちだけだという態度を見せている。このように、アメリカと日本の、強い結びつきに、中国政府が、神経を尖らせているのではないかと思う。という意見を語ってくれました。このリム PAC、リムパック。環太平洋合同演習というのは、アメリカ海軍主催で行われる各国海軍の軍事演習のことで、主にハワイ周辺海域で展開されます。日本の海上自衛隊は、約40年前、1980年昭和55年から、参加するようになりました。先ほど意見を述べてくれた元潜水艦艦長が、参加したリム PAC には、日本、アメリカの他に、オーストラリアと韓国も、参加したそうです。話題を変えて、ここ最近の外国艦艇の日本近海での行動に関する発言を紹介します。前述の中国潜水艦の先行ニュースを受けた河野太郎防衛大臣は、緊張感を持って情報収集を進め、領海領空の警戒や監視に万全を期すように、と、自衛隊に指示を出しました。このように、外国との緊張関係が生まれる事案については、広報戦略の一つとして、あえて国内外に内情を知らせることもあるそうです。このような活動には、様々な課題がありますが、それについて再び、元潜水艦艦長の意見を尋ねてみました。私は、2001年9月11日の同時多発テロ発生前後、駐在武官として、首都にいた。その当時、アメリカには、従軍記者と同じような記者などが、従軍するを意味する embedded という言葉があった。つまり、戦場に記者を同行して、軍の行動を隠さず、ありのままに記者たちに、見せるということ。本国で報道されることを認めていたということだ。私は、ついに、こういう時代が来たのだと、感動した。その後、帰国し、自衛隊広報室長を務めたが、アメリカと違って、日本のお役所は、面倒な部分が多かった。簡単に言うと、関係のない外部の人間に、情報を提供するとかは、一切する気が感じられなかったし、実情を見せることは、避けたいと考えているようだった。従軍記者の記録が残っているのは日清戦争からだそうです。前線に同行したものの、軍人たちからは邪魔者扱いされたり、スパイ扱いされたりな、ど劣悪な環境に耐えて、報道を行ってくれました。一時注目された戦場カメラマンも同じように、戦場の真実を写し取ってくれたものと思います。元潜水艦艦長の意見をわかりやすく言えば、
一般国民に国防に関わることを教えたくないという雰囲気が大勢を占めているのではないかと思われます。国民には難しいことはなるべく知らせない方がいいといった言葉もありますが、国防は政府関係者だけに関わることではありません。日本に住む人間一人一人の命に関わることです。それを理解した上で、責任のある防衛省、国の機関は情報を隠さず公開してもらいたいと考えます。